の新東名管理よりお伝えします。こちらネクスコ中日本です。午後5時10分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に故障車の情報です。この付近の145キロポストで乗用車が故障して止まっているという第一報が入りました。詳細について現在確認を行っております。次に渋滞の情報です。富士山火山道の先、静岡サービスエリア付近を前提に1キロ渋滞しています。続いて車両時間の情報です。現在新静岡インターまで25分ほどかかっています。車両時間の情報です。現在新静岡インター現在25分ほどかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。車両時間の情報です。現在浜松浜北インターまで30分ほどかかっています。ハイウェイラジオ新東名管理よりお伝えします。こちらはネクスコ中日本です。午後5時11分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に故障車の情報です。この付近の145キロポストで乗用車が故障して止まっているという第一報が入りました。詳細について現在確認を行っております。次に渋滞の情報です。富士山国現在の先、静岡サービスエリア付近を前提に1キロ渋滞しています。続いて車両時間の情報です。現在新静岡カウンター3時の時間が1キロ1分半時間が1キロ2分半時間が1キロ
報です。富士見丘分台の先、静岡サービスエリア付近を全体に1キロほど渋滞が見えます。次におよそ30キロ先の午後5時15分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。富士見丘分台の先、静岡サービスエリア付近を全体に1キロほど渋滞しています。次におよそ40キロ先の旧新宿ジャンクションの先を先頭に1キロ渋滞しています。続いて車両時間の情報です。現在新宿ジャンクションまで20分ほど、各地の静岡サービスエリア付近を先頭にこの先の131キロポスト付近まで1キロほど渋滞しています。次に新宿ジャンクションの先、新宿パーキングエリア付近を先頭に1キロ渋滞しています。続いて車両時間の情報です。現在新宿ローカウンターまで20分ほどかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。車両報です。現在より先のアンターまで25分ほどかかっています。ハイウェイラジオ新東名一の上にお伝えします。高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に交通集中による渋滞の情報です。この先の静岡サービスエリア付近までこの先の131キロポスト付近まで1キロほど渋滞しています。次に新静岡運動の先、新宿サービスエリア付近の前提に1キロ渋滞の前提に1キロ渋滞しています。続いて車両時間の情報です。現在新宿ローカルパーまで20分ほどかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。車両時間の情報です。現在より先のアンパーまで25分ほどかかっています。ハイウェイラジオ